ただオンライン英会話をリアルライフでやってるだけみたいなイメージだし、出世するには優秀なだけじゃダメで、はい、やっぱりポリティックスが、はい、みんな結構こますります。辞めるきっかけみたいなのあったんですか？きっかけはこういう世界にずっといるかっていうか多分ない。どうでした、オーストラリアでは。はい、仕事そうですね、2本目に多分入ってると思いますけど、ああ労働環境はめちゃくちゃいいですね、はい、あそうなんだ、ね、めちゃくちゃいいというか、オーストラリア人にとって、はい、あまあこんなの、まあ、日本語だからいいと思うんですけど言っても、はい、で割とオーストラリアの労働環境最悪なんですよ、はい、オーストラリア人は。はい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 、だから私から言えば天国に近い労働環境でめちゃくちゃ良かったです。はいはいはい、はいはい、だけどオーストラリア人にとっては最悪でした。へえ、オーストラリア人はみんな文句言ってすぐやったんですね。そうなんです、ね、そんな感じで、ほうほうほう、でまあ大体8時45分出社の5時15分退社っていう契約書なんですけど、はい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 、7時間半なんですよ向こうは、うんうん、だけど実際には、残業代ちなみに1円も出ないんですけど、年俸制なんですよ。あ、はいはいはい、あなたは今年いくらですみたいな、うんうん、いいですかみたいな、まあ、ダメだったらバイバイみたいな、そういう世界で、まあ、基本的にみんなイエスって言うしかないんですけど、うんうん、そう、それで大体みんな仕事は8時とか9時なんですよ、うん、結局。なるほどなるほど、うん、で家に帰ってもいいんだけど家に帰ってやっぱ仕事してたりとかして、ほうほうほう、だから大体実質労働時間1日10時間ぐらいだと思うんですよね、うん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 、でも1日10時間の労働ってなんか日本人的な考えを持っちゃうと、はい、そんなにすごくないという感じしません？まあ確かにそうですね、ね、だって僕自身もね動画編集して1日10時間経っちゃうんですからね。そうですよね、なんで全然なんか1日8時までって全然ホワイトじゃないとか、自分は日本で働いたこと一回もないですけど、はいはい、そういう風な感覚でいて、でかつ全部英語なんで、はいはい、英語が好きなんで、ね、そうもうただオンライン英会話をリアルライフでやってるだけみたいなイメージだし、すごいバーチャルリアリティ、そうそうそう、バーチャルリアリティで英会話もできるしで会計のスキルもね身につくし、でやっぱり優秀な人集まってるん でそういった人からも刺激を受けるし、うん、だから自分としてはお金をもらって大学に行ってるみたいな感覚です。おー、なるほど。そうそうそう、だからなんて最高な職場なんだろうってずっと思って働いてて、なるほど。そう、だから最高でした自分にとっては。へ、うん、出世バトルはどうでした？出世バトルはですね、出世するには、まあ、優秀なだけじゃダメで、はい、やっぱりポリティックスができなくちゃいけなくて、はい、そうですよね、予備校業界もそうですよね、まあ、どこも組織の中ってそうだと思うんですよね、はい、なんで政治ですよね、はい、やっぱり、はい、まあ、自分は、結構仲良くさせていただいた、まあ、パートナーの人とか、はい、直属の上司の方とかすごい優秀な方だったんですけど、うん、そういう優秀な方と普段から仲良くさせていただけたっていうのも、うん、まあ、大きな自分がそのラダーをこうスムーズに登っていけた要因なのかなっていうふうには思ってますね。なんでめちゃくちゃ優秀なのに人から嫌われて、それでなんかもうすごいあの子優秀なのに全然評価されてないよねみたいな人もいます。はあ、はい、映画スーツの世界、映画じゃねえや、ドラマスーツ、うんうん、まあ、あれはリーガルファームですけど、そうですね、プロフェッショナルなファームっていう意味では環境に似てるかもしれないですね。そう、はい、そうだったんですね、はい、なんでみんな結構ごますりますよ。あ、なるほど。そう、ごまするし、だから海外ってなんかそういうのないでしょみたいな、はいはいはい、そういう日本は結構ペコペコするけど、うん、海外ないでしょみたいに思うかもしれないですけど、うん、海外の方があるんじゃないかなぐらいそうですね。だからやっぱりこう英語でもなんだろう、敬語とかはあんまりないですけど、はい、うん、人の話をよく聞いてあげて、なんか目を見てちゃんとねニコニコしながら聞いてあげるみたいなので、うん、やっぱり分かるじゃないですか、うん、リスペクトがあるかっていうのは ね、そう、だからそういうので、まあ、みんなやっぱりゴマをするっていう、そう、はあ、サクアップって、はあ、サクアップします、はい、はあ、なるほど、はい、あ、でもすごい出世したじゃないですか、重要なお知らせみたいな感じで動画出て、はいはいはい、ね、マネージャーあったやつ去年ですよね。そう、僕てっきり日本に帰りますっていう動画が出てくるんだなと思いながら、なるほど、ね、見てたら俺出世してるってはい、はい、びっくりしましたけど。なるほど。で今は、うん、そのマネージャー行った後辞めて、そうですね、辞めるきっかけみたいなのあったんですか？きっかけは
そんなに、まあ、大きなきっかけっていうのはなかったんですけど、はい、そもそも2019年マネージャーになるっていうのを2014年入社した時から決めてて、ほうほうほう、全てをそれにターゲティングして動いてたんですね。ほうほうほう。でそれで一応、まあ、マネージャーになったんで、うんうんうん、まあ、一つのマイルストーンをクリアした、はいはい、でじゃ あ、まあ残り、まあ、どうするのっていうふうになった時に、まあ、このアツエゴっていうのも、はい、まあ、片手間ですけどやってて、うそう、今まで会計士をメインにやってたけれども、はいはい、でそこでいろいろ出版とか、いろいろ今まで会ったことない人とかといっぱいつながって、まあ、それはそれでやっぱり新しい、うん、Grass is always greener じゃないですけど、なんかこう、まあ、それはこうなんか素敵な世界にそれはそれで見えたんですよね。だから今後じゃあ会計士としてやっていくのであればパートナーにならないって意味がないんですね。でパートナーになるには多分あと8年とかかかるんですけど、そうなんですね、うん、で相当ストレスフォーで、はいはいはい、その8年、まあ、やって会計という世界で自分がサバイブしていくのか、もしくはもうちょっとこう自分の視野を広げて新しいことにチャレンジする環境にまた身を置くのかってなった時に、自分は結構もともと飽き性なんで、はいはい、会計も少しちょっと飽き出してて、でそういう熱い子っていうものが大きくなってきてたんで、うん、ここで少しなんかこう今までやったことがなかったことをできたら面白いなっていうふうに思って、ね、ちょっとキャリアの方向性を変えたっていう感じですね。まあ、だからといってこのじゃあ英語業界にじゃあ自分が、うん、英語業界っていう言い方もあれですけど、まあこういう世界にずっといるかって言ったら多分ないと。おお、そうなんですね。ですよね。飽きちゃうと思います、多分。あ、飽き英語。飽き英語。飽き英語しちゃうかもしれない。英語は好きですけど、はい、うん、また違うことしたいなっていうふうに。ちなみに、はい、いいですか、これカットしてもいいですか。全然、はい、森哲さんはずっと英語教えてるじゃないですか。はい。いつから教えてるんでしたっけ。大学入ってからですね。大学入ってから、はい、どうですか、飽きないですか。飽きないっす。飽きない。飽きないっす、全然。飽きない。何が一番楽しいですか。まあまあまあ、今ね、ただ予備とかもやってますけど、はいはい、まあ、そのやっぱ予備校の人数がバーッといる中で教えるっていうのに憧れて入ったので。なるほどね、その憧れがね。そうですね、うん、そこのやつはまあ楽しいは楽しいですね。あとは結構やっぱり実生活で学んできた英語を早計レベルとかだと言えるので、もう上のレベルだったら話せるんで、下のレベルになったらちょっとまあ難しすぎてこの話とかできないなとかっていうのができるんで、上のレベルだとそれ喋ってる時とかは面白かった。じゃあそういうところに立ちたいっていう昔からの夢と、まあ、そもそも教えることがすごい好きなんでしょうね。そうですね。それがずっともう完全に生授業で教えてる時が趣味って言ってます、うん、もう自分で言っちゃってます。ああ、いいっすね。もう完全に趣味です。だから家に帰ったら、まあ、去年とかまさに動画編集と本やって、はい、家に帰ったら辛い仕事が待ってる。でも予備校に行けば楽しい趣味の時間みたいな感じ。私も結構仕事は全部趣味だなって思ってて、うんうん、まあ、本を作るとかそういう英語のコンテンツ作るのも英語が大好きなんで、あ、まあ、趣味だし、そのデロイト働いてた時もね、うん、さっき言ったようにバーチャルリアリティで遊んでただけみたいなもんなんで。いいなって思いますわ、もうそれ。まあ確かに僕もそのインターンシップをアメリカでやった時に、うん、最初その日本人のスタッフが一時帰国しなきゃいけないと、ビザの関係で、うん、でそれでもうしょうがないから代わりやってくれって言われて、うん、その時はめちゃくちゃ楽しかったです。全て英語の世界に。ああ、いいっすよね。になって、うん、で日本人のスタッフが戻ってきちゃったら別にいらないんで、うん、なんかあんま面白くなくなったんですね。それで辞めちゃったんですけど、その日本人のスタッフといたら日本語ですし、はいはいはい、だから嫌になっちゃったんですけど、全部英語でも任されてた時は、うん、それは楽しかったです、ね、楽しいですよね、うん、本当バーチャルリアリティの世界でした。もう電話してはインドの人が出て、どこのカスタマーサービスどこのやつにかけても全部インド人、うん、毎日インド人と喋る生活みたいなのは楽しかったですけどね。今後言える範囲とかあるんですか。あ、まあ、今後はいろいろやりたいことはね、だって当時ビジネススクールの、ね、授業とかあるし、あ、ちょこっとちょこっとちょこっとだけやったりとか、はい、まあ、いろんなことを幅広くやっていきたいなと。幅広く、そうです、面白いことをやっていければいいなというふうに。 YouTube 活動は YouTube も、はい、あの継続して力入れていこうと、はい、感じですか。うん、週7で。いや、ちょっと森哲さんはやりすぎじゃないですかね。今何本出てるんでしたっけ、1週間。でも週7で、週7で、サブチャンネルが5、6本
それはねちょっとできないと思う。ただ読みが5本それはできないと思うけど、ではなんかこう新しいことに、はい、チャレンジする。まあ、そのために日本に帰ってきたんで。おお、うん、ペヤング食べたり、ペヤングだけ辛いやつ、ね、辛いやつ食べたりバンジージャンプしてたらバンジージャンプはされないでしょ。いや、やってないです。僕もオーストラリアで一回やってもう二度とやらないと思う。もう二度とやらないです得られるものはあんまりないから、ね、ペヤンズで一回やってもう、あ、そうですか。もう二度とやらないと思う、うん、もう高所恐怖症なんで。あ、よくやりましたね。スカイダイビングとかもやってるんですけど。やってるんですか。やってます。高所恐怖症なのにすごいな。なんかタワーの周り歩くやつとかもやってますもん。ああ、そう。とにかく死ぬ前にやっておきたい。やっておきたい。それで死ぬかもしれない。そういう恐怖もあるけど。じゃあこれからですね。はい。まあいろいろ、はい、チャレンジしていくんで、そういうのも応援していただけたら嬉しいなと思います。まあチャンネルで見れるってことですよね。随時。そうですね。フォローしていただければ、はい、ちょっと出来上がってくるものは見えるのかなというふうに思います。熱い語も概要欄に貼ってありますので、ありがとうございます。はい。はい。ということで今回熱さにおいていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。